爆発します。すぐドゥーンってね、石狩中部雷注意報発表。さあ、江別じゃない、これは岩見沢のね、市街地に相当する部分でしょうかね。こちらはやってまいりました。この右手側がね、すげえ曇ってきてるんですよ。で、奥側見てくだ、見えるかどうか分かんないんですけども、霞んでるんですよね。あれ絶対雨降ってるわ。どっちから来てる？ああ、そっちから来てる。救急車が通るときは道を開けないといけませんからね。救急車っていうか救急車両ね。マジかよ、火事か。なかなか大変だね。ここはね、結構ぐるっぐいって曲がる通りなんですけどもね、皆様、最近の年代の方はご存じないと思うんですけども、ほら、あれ見てください。見えるかな、見えてるかな、あの円ショップ竹富士の看板らしきものがあるんですよね。円ショップ竹富士ですよ。覚えていらっしゃいますか、俺と似たような年代の方々。ご中心はへーあーおんやえーあー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 わかんねえなあ、れなんて歌ってたんだろうここ最高に撮れたからと。さて、続きまして、この地は三笠でございます。ジオパークがある三笠ですね。いやー、だだっぴろいで、だだっぴろいわ。農地と鉄道しかないっす。ちなみにね、JR の方はね、いいところまで行くと電車じゃなくてディーゼル車になります。うわ、トンボが衝突した。ジムに行ってさ、なんだ、昆虫とぶつかるケース多いよね毎度毎度思うけど。さあ、現在地ですが、こちらは美唄市まで来ております。美唄です。美唄といえば焼き鳥でも、私ビバイド全部を全くもって知りません。当然ですよね、通るだけなんですから。通ったことしかないビバイ市。時刻はもうすぐ11時になります。旭川まで77キロ、遠いなまあ分かっていたことだけど、もうこれはね、早雲峡に到着したら即チェックインっていう可能性が高いですよね。これだけ遠いんだもん。それを想定した2泊3日の行程ですからね。だから明日が本格的な撮影ですよ皆さん。さあ、市街地を抜けましたね。札幌から62キロです。そっか、もう62キロ走ってんだ。いや、もう50キロ走ってんだ。そっか、結構長く走ったような気がするんですけどもね。お、砂川に入ったところでポツリポツリと水滴がフロントガラスにつくようになってまいりました。そろそろ降ってくるぞ、本気で。ここを越えてさらに先へ行くと次は滝川でございます。注意、200メートル先、信号機ありますね。
ていうかそれを出さないとなんだ突っ込んでしまうぐらいまっすぐな道っていうことなんですよねこれって。さあここは分岐点でございます。左に曲がると滝川、新十津川、まっすぐ行くと旭川、深川でございます。まっすぐに行くに決まってんじゃないですか。まっすぐまっすぐ。暗い、すげえ暗い。ここから曲がって曲がって信号信号か。どうしましょうかね。なんかこれだけ走るとさすがになんか食わないとな。朝道は食ったんだけどな。まあこのまま頑張りますか。せめて旭川まで頑張りましょう。